J2 清水エスパルスは8日、ホーム、群馬戦、10日に向けて、見ほで一部非公開で調整した。チームは3日、仙台に1対2で敗れて首位から2位に交代し、連勝も3でストップ。この仙台戦で J リーグ2 3 200試合出場を達成した MF 宮本コ太、28が、新たな連勝スタートへ強い意気込みを見せた。 静岡市で生まれ、清水の下部組織で育ち、2015年にユースから昇格して10年目。節目の200試合出場を飾った宮本は、いろんな経験や出会いがあった、と穏やかな表情で振り返った。長崎では17年に J1 昇格を、清水では22年の J2 降格を経験。レギュラーボランチとして、 その経験を今後のヒリヒリする昇格争いに生かすつもりだ。仙台に敗れて2位に交代も、群馬戦は無失点に抑えることにこだわりたい、と気持ちは切り替わっている。ユアスタに19000人が集まった仙台戦は、完全アウェーの状況だったが、次はホームのアイスタ。清水サポーターの声援が後押ししてくれる。力を出すだけ。 また連勝を続けていきたい、と白星を誓った。新戦力も頼もしい。J1 町だから育成型期限付き移籍加入した宇野前と、20、と、早速仙台戦でコンビを組んだ。ボールを奪うことがうまい。プレースタイルもよく分かった。これからが楽しみ、と目を細めた。清水と勝点1差で首位の横浜 FC、勝点53。 と3位、長崎、同51、が潰し合う。目の前の試合しか考えない、と秋葉忠弘監督、48、は話したが、勝ち点3を上げて団子状態を抜け出すチャンスでもある。リーグ戦今季無敗、10勝1分のアイスタで、首位再浮上を狙う。里見祐二、0、群馬は現在最下位だが、清水イレブンに気の緩みはない。 失うものは何もない、勝つことで流れをつかもう、と挑んでくる、と DF 山原里根、ね、25は警戒した。連日35度を超える暑さも大きな敵。この日の練習中も、給水タイムが何度も設けられた。そんな苦しい時でも、正確なトラップやパスにこだわってやっています。必死で向かってくる群馬にも、この猛暑にも勝つ。